はい、というわけでクラシックナショナルリーグ、今回育成じゃなくてちゃんとやってみても8位と残念。ちょっとね、今年の間にね、ブルー、わお、あ、銀ハゲ、でも1個しかくんねえんだな。でも銅ハゲ2つは嬉しいな。まず星4の覚醒1、それもね重要なんだね。3位以内になれっかなとか思ったんだけどね。見なーい。まあまだあれですね、クラシック系はダメですね。あ、金コーチももらえるんですね。まあこんなんもろうたと。えい。でね、ここまでやったんだけどね、ブルーインパクトがね、なかなか、ブルーインパクトって名前だったっけ、ね、西村さんのね、監督をね、欲しいんだけどね、全然出てこなくて、今ちょっと困ってんすよね。なかなか、このね、クラシックナショナルカップもね、なかなか優勝できなくても困ってるんだけどね。せめてね、初回優勝の銀ハゲぐらいはもらいたいんだけど、こちらもね、なかなかちょっとね、今ね、勝てなくてね、困ってるんだけど、そう、お願い。あ、ちゃんとフラット3って書いてあった。あ、相手の方を見てねえからな、いつも。さあ、どう?あら、引き分け。はい、ズラタン。まあ、これは多分カットでしょう。今回はね、ワールドカップはね、ちょっとお見せしたいんでね、ここら辺はおそらくカットでいきたいと思いますよ。優勝しちゃったりしてね。まあ、それはそれで、取った回はあるからいいか。ダイジェストにはしません。ちょっとワールドカップをね、一応ね、本気のメンバーで、挑みたいんですが、今回のね、スペイン代表のワールドカップはね、ちょっとね、1回目なんでね、覚醒2回目をね、やりたいなーなんて思ってるんで、優勝できなかったらできなかったで別に構いません。ちょっと確認まで行っちゃおうかなと。確認して、いきなり優勝とかやめてよ、本当に。まあ、やめてよって、まあ、それはそれで嬉しいんだけどもさ。あ、そう、マグね、いつもね、ここ押しちゃうんだよね、癖でね。矢印を押してもよかったんだね。俺ずっと知らなかった。はい、ちょっとね、トルコだっけ、パラグアイだっけ、どっちだっけ。こっちはね、ちょっとね、マグよりもね、強いんでね。リーグの時でも勝てなかったかな、トルコにはね。でさ、こういうチームに勝つために、それこそ西村さんの戦術が欲しいんですよ。褒めコンが欲しいんですよ。なんですけどね、ちょっとね、全然出てこなかった。今年1年間待ってたんだけど、出てこなかったんだよね。で、今後勝てそうですけど、あれそんなこと言ったら、トルコ相手に初勝利なんじゃないですか、これ、ね。そうはさせてくれない。もう本当に、いいじゃないの、優勝させてもらってもさ、たまに取ってる時だよ、これ。あら、大逆転負け。本当にもう、ねえ、そこは優勝させてよ、本当に。3点一気に取られちゃった。はい、ここら辺はもうサクサク進んで、ワールドカップいきますよ。ワールドカップの方はどう？メンバーはブラウグラーナ、3万8000で、覚醒まだか。まだできないね。あ、レベルがまだ40になってないんだっけ。で、今現在3万8000。これがどれぐらいになったらね、優勝できるんですかね、ワールドカップってのはね。よし、じゃあもう、これはもうサクッといっちゃいます、サクッと。よし、じゃあまあ、サクッといきましょう。ダイジェストを見る。さっきのカップ戦を見なかったのはね、ここを見たいからなんですね。ここはやっぱり、毎回なんだかんだでね、この、インターナショナルカップ。こっちはね、ちゃんと見てますよね。
さあ、マグは一体いつ優勝できるんでしょうか。こっからはちょっとあれですかね、スペインに絞ってやりますかね。どうしましょうかね。ただ、キーハゲも欲しいんでね。ちょっとね、星5を確認できそうな場合は、ちょっと別のチームでやって、金ハゲを集めに行くかもしれないけれど、それ以外の時にはね、ちょっと、スペインでちょっと、ガチでやってみましょうか。一回ぐらいね、やっぱ、ワールドカップ優勝しておきたいしね。まあもう、ガチ勢の人たちはみんなもう、香港で遊んでるとかね、そんな話なんでね。もう分からない世界ですよ。マグが100年やっても200年やっても その遊びをするかどうか分かんないですよね。さあ、なかなか点が入りませんね。勝ち点3欲しい。あら、クルトワから？え、何この展開。あれとだって日本戦さながらのカウンターが、あ、危なかった危なかった。ここでルカクがスルーしたら危なかったね、今ね。本当に。あ、引き分け。これはどうでしょうか、カットでしょうかね、本当に。引き分けでもちょっとポイント高くもらえる？あ、まあ、もうちょっとですね。確認まで行きたい。今度アイルランドかな、これ。違った、コートジボワール。これはもうちょっと、ガチで行ってもいいんじゃないですか。あ、決勝トーナメントのことも考えて結果を見るでもよかったかな、ここら辺なんかはね。あえて映さなくてもね、いけたんじゃないですかね。でね、結構ね、ネットとかを見ると、やっぱね、やや運ゲー的な要素がやっぱりこのワールドカップは強いみたいで。おお、コントロールフリーキックでゴール決めたい。要は自分の今使ってるホメコンがブラウグラーナのポゼッションなんで、これと戦術じゃんけんで負けちゃうチームと決勝トーナメントで当たると厳しいんじゃないっていう、そんなことが書いてありましたね。フランス？ブラジル？どこだっけ？なんか、どっかと当たっちゃうときついみたいに書いてありましたね。優勝するまで当たらなければいけるみたいなことが書いてあったんで、そういう意味でね、こう、対戦相手によっての運ゲーみたいになるみたいですね。はいはい、3-0。自分たちよりも、おーおーおー、平成。自分たちよりも強くっても、戦術じゃんけんさえうまくいっていれば、強くっても勝てるんじゃないかと、そういう話なんでしょうかね。おい、いっぱい点取ってる、いっぱい点取ってる。見えたまあ、これ、あ、ブラウグラーナが解除された。マグは選手交代をしちゃうんだよね。しない方がいいかな。平成、ハトトリック。けど、フォワード不足がな。星4のね、アルバロ・モラタがいるらしいんだよね。それはちょっと、欲しいっすね。さあ、来ました。これで覚醒可能と。じゃ、もう行きますか。スペインはちょっとガチでやりたいので、こうなります。銀ハゲはこんなにあるのか。お金も使って、じゃあ、超覚醒します。なんか効果音ねえの？なんかカキーンみたいななんかねえの？そういうことないの？あ、超覚醒したことにより、能力は4万までいきました。4万2000。さあ、サクサクいきますよ、じゃあ。あ、戦術じゃんけん採用しますか、じゃあ。またやっちゃったね。だ矢印でいいんだよね、確かね。あ、矢印ねえや、これ。あ、じゃあこっち行かなきゃだ。あ、そうか。デッキがねえもんな。
ポゼッションが今やられそうだったんで、カウンターにすればいいのかな。あ、一気に減る。能力が一気に減る。よいしょ。ちょっとここは結果を見るにします。ポーランドごめんね。決勝トーナメントから見る。これで負けたりですね。ここはもうちょっと、さらっといこう、さらっと。この戦術じゃんけんのね、今みたいな相性の悪い相手と戦うのがきついですね。で、戦術じゃんけん引っかからないんだったら、褒めコンの方がいいんじゃないかなっていうふうに思うので、褒めコンのままでいきます。はい、勝ち。どっちの方がいいんでしょうかね。戦術じゃんけんをした方がいいのか。はい、決勝トーナメント進出。さあ、次。あ、でもイニエスタがニコニコじゃなくなってる。やっぱこういうとこのコンディションも考えたいけどな。アタッカーじゃないもんね、他がね。あ、ただフォワードはジエゴンにしようか。消えないよね、大丈夫だよね。こっちもペイジョンにする。消えないもんね、ちょいと。アルビオールセンターバック、モンリアルにする。ここ少しでもね、ちょっとコンディションのいいやつを試合に使いましょう。よし、能力は42000。これで相手は、なんだこれは、カメルーンか。違った、セネガル。いやー、戦術じゃんけん使わなきゃダメか。相手は中央突破なので、カウンターにします。1万下がるよね。1万の数値が下がって5000増えるのか。あ、ちょっと負けるかもしれないからこっから見ていきます。さあ頼みますよ、本当に突破してよ。まずは初戦セネガル。今までね、マグのワールドカップはね、ベスト4がね、最高。スペインも日本もね、ベスト4までは行ってるんですよね。まあでも、当時のは完全に運の要素が強くて、よし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 。特に日本なんかは完全に運の要素で突破してたんで、ブラジルとかにも勝ったんだっけ。なんかね、そんなにいい選手がいっぱい揃ってたわけじゃない日本でね、あんなになったんで、完全な運ゲーでしたけど、それでも構いません。運でも構いません。突破させてください。毎回思ってるもんね。開始5分で退場しねえかなってね。本当に。ねえ、日本とコロンビアのやつなんかね。そんなこともあるんですね。本当に。よし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 。大丈夫大丈夫。これで突破突破。ただ光プレイ見れねえんだな。全試合光ってくれてもいいんだけど。よし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 。まずは1回戦突破。まあ、本物のスペインはね、なんか、そんな感じの試合にはならなかったけれども。ね、本当に。まあ、この動画が上がる頃はワールドカップ終わってるかな、もしかしたら。ね、本当に申し訳ない。マグの歩みも遅い上に、動画を編集する時間もかかるんだ。だから、リアル時間よりもね、だいぶ遅れて動画にしている。本当に申し訳ない。世の中、あ、やべえ。世の中ね、もうガチャで、ガチャ動画がいっぱい蔓延してる頃にマグはまだ引いてないみたいな。鮮度が大事なんで、鮮度が。やばい、ドイツだ。まあ、いよいよこういうところがね、出てきちゃいましたね。まあ、戦術じゃんけんは関わらないので、こっちの方が強そうな気するよね。
あ、うちの方が強いんだ。ただ守ろう。飛ばしていくのは怖い。よし、じゃあここから見ていくぞ。ドイツ戦準々決勝。さあもうここからはね、もう強いチーム、もう強豪国しか出てこないと思うんでね。まあ、あとはどうなることか分かりませんが、行きましょう。勝たせてお願い。あ、ドイツから。キミヒッキ、キ、ムレジャン、ダリオメッツェ。あ、やめて。マリオ・ゴメスか。だいぶ名前がぐちゃぐちゃだの。あー、いきなり先生。うえ、ちょっと待って、2点目はやめてくれ。あら、あら、あら。もう、ベストエイドで敗退ですか、まさか。それはやめて。ユーディガー。いや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 。おかしいな。おーい、ちょっと待ってくれ。なんだ、何が起きてるんだ。うちの方が数値は高かったんだけど。ロングレンジドリブル。あー。1点返す、1点返す。やっぱりボロカスやられてるよ。あー、1点返そう。まずここで1点返そう。そうすればまだ、まだ、まだいや、うえー、入んねえのかい。いやー、これはまずい。せっかく優勝したいと思って挑んでいる。あ、しかも光られた。あー、もう見たやつですね、これは。しかも何、なんでこの早送り。はい、ドイツに敗れる。せっかく確認したんですけどね。もうちょっと経験値欲しかったな。はい、敗れる。まあ、いきなりね、ドイツと当たっちゃったっていうのもまた、運のなさ。さあ、ちょうどよかった。ここでレベルが上がったんで、次回は9人招集できるようになったって書いてありますね。次回スペインでやるかどうかはまだわかんないんですけど、ちょっとね、次クラブの選手9人育てておこうかなと思いますね。どれだけの能力になるかはちょっとわからないけれど、星3の選手もね、ちょっと育てておこうかな。そのブラウグラーナができるようにね。1次ラウンド突破。はい、報酬は、こんなもん。がっかり。というわけで、マグの挑戦はここまでと。もうちょっと上まで行ってほしかったな。せめてベスト4まではね、ちょっといけるかなーなんて思ってたんだけど。あ、なんかちょうどいいや。さあ、スペインの選手が出てきてくれたりなんかしたら、ちょっとかっこいいんじゃない？ここで。ハンダノビッチー。いや、いらねえな。これはいらねえな。これもいらねえな。ただ、ブルーイン、あ、来た！これ来ましたね。西村拓郎。はい、こちら。ブルーインパクト。どうも、これがあると、強いチームにも勝てるらしいんですよね。ジャイアントキリングができやすいみたいな話を、にわかに聞いておりますよ。なので、今後ポゼッションはこちらでやっていきたいと思います。もう、いよいよ星2武漢は、卒業。獲得！これでね、あの、ナショナルリーグとかも突破できるようになるかもしれないですね。もしかしたらね。で、ちょっと次、どことやるかは、ちょっとの、また次回、お伝えするとして、今回ちょっとね、やりたいのが、なんかね、チケットがあるんで、ちょっとそれ引こうかな。世界大会16っていうのもあるんだけど。でスターリング、大迫、モドリッチ、ウンティティ、エリクセンが引けるらしいんですけど、こんな感じでね。なんか、そのワールドカップ仕様のね、選手を引けると。これに目もくれずにですね、私はこっちですよ。はい、じゃあもうサクッといきます。はい、星さん。
読んでもいいんだよ。はい、ダメダメな、うん、ダメなんですね。柴崎だ。でもダブってんじゃねえかな、俺持ってたような気がする。そうですよね。はい、次、星4選手が確定のものと星4以上の可能性があるものと2つあるので、星4が必ず取れるという、こちらから先行きましょうか。これは星5が出ないっつうこっちゃな。さあ誰だろう。バランスサイドバック、あー、なんか持ってそうだな。サイドバックは結構もう引いてるからな。サバレタ持ってないな。うん、まあ育てよう。アルゼンチンだしね。またワールドカップ時に使えるから。これはいい引きでしたね。持ってない選手を引くってのはいい引きですよ、全部。さあ、こちらです、最後。星4以上の選手が確定。なので、偶然でもいいです。2% でしょ、どうせ。2% ですね。2% でもいいです。お願いします。あ、2枚ある。じゃあ2回やります。星5が出てもいいんですよ。普通でしたね。引かないわな、私の実力では。ただ、ダブんないで。インモービレ。あ、これでイタリアのワールドカップでも、フォワードが手に入った。後ろしかいなかったの。これはいい引きですね、インモービレも。よしよしよし、育てがいがあるぞ、育てがいが。よし、こっちダブんないってのはいいね。はい、期待しましょう。はい、じゃあもう一回。星5出てもいいんです。お願いします。出てください。音楽が変わらないってことは違うんだろうな。かなり高い実力の攻撃的サイドバック。あ、でも俺ダニー・アウベスって確かあれ、通常スカウトだから、これももしかしたら、レギュラー交代の噂、コールマンの可能性。違った。クコ・マルティナ・オランダ。ただこれ、ダニー・アウベスのポジション奪ったな、これ。こっちの方が絶対能力高いよね。こっちちゃんと育てよう。はい、というわけで、今回はここまで。一応、ちゃんと順位見せてないっけ。こんな感じ。まあ、前回よりはマシな成績かな。だけど、まあ、取りこぼしすぎなんでね。で、次回ちょっとどのリーグでやるかわかりません。ちょっとね、多分、あれかな。施設が足りないとか、そんなのがあるかもしれない。こっちの施設じゃなくて、こっちの施設が足りない。そうでもないね。もしかしたら、ナショナルクラシックやるかもしれませんけど、どうなるかわかりません。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。